ました。めちゃくちゃ。今日ははるさんと遊ぼうのコーナーです。うん、今日遊んでます。はるさんのお品を店に回ってます。え、酔っ払ってるとこって何が面白いの？今はしご酒じゃないですか。あ、2軒目、ね、実は食レポ今日3軒目です。それ番組してほしい。いや、マジです、マジです、マジです。俺いっぱい知ってるから。ちゃんとした食レポ行こうと思ったんですけど、うん、もうちょっとグダグダなんで、もうはるさんの おすすめの店っていうタイトルでやった方がいい。ちょっと待って、グダグダっていうのやめてくれる？絶対に一番思ってるのは新橋はすごい強いから。新橋って知ってる？いや、わかりません。僕お店やってたの。全然回ったことありません。おじさんの世界だから安心できるというか、こう癒しのところなわけ。なるほどなるほど。ちょっと待って、そこ映してんだ。ということでね、1軒目のカレー屋さんが終わって、もう2軒目でしょ。2軒目の韓国料理屋さんに一応許可は取ってるから、うん、いや本当に料理は美味しいんですけど、料理も美味しいし素敵なお店なんですけど、結果ハルさんが行きたい店っていうことなんで、ちょっとねだいぶハルさんのモチベーションも上がってきたんでね、ハルさんのモチベーションを上げるはしご酒第2弾、そろそろお店に着きます。午後2時から飲んでます。ハルさんです。ハルさん、今日何時から飲んでますか？今日日曜でしょ。いや、今日月曜っす。完全に月曜日っす。え、今日は日曜です。完全に12月2日月曜日です。こんばんは。こんばんは。お店の名前が読めないですけど、お店の名前がジョンレイと言います。ジョンレさんに来てます。ようこそジョンレイ。今日一押しのメニューは何ですか？サムギョプサル、チーズサムギョプサルを。わお。OK ですか？ YouTube OK ですか？ハルさんのはしご酒ってコーナーなんですけど、僕のはしご酒っていうテレビなの。そう、ハル、うん、さんのモチベーション上げて作曲意欲を沸かせようってコーナー。ちょっと逆玉乗りたいんでよろしくお願いします。これちょっとカメラください。これ一押しのサムギョプサル、チーズサムギョプサルでございます。じゃじゃん、ドン。すごい、チーズ2種類。なんか肉も分厚いですね。サムギョプサル、当店のサムギョプサルの肉はいいのを使ってます。いい肉使ってます。じゃあ、お疲れ様。レッドチェダーと、はい、もう一個モッツァレラチーズの食い具合がもう、ああもう今来た。来たー。え、これ今来たって感じだ。今行っちゃいましょう。今行っちゃいましょう。いただきます。うまい。このままでも美味しいのに、うん、このままでも美味しいのに、チーズって本当になんかもう好きなものと好きなものがいいと。あ、来ました。じゃあ紹介しますね。チーズキムチポックンパ、チーズがとろーりです。熱々です。めちゃくちゃ美味しそう。映ってるかな。これがジョンデー、茶店の一種のジョンデー。これを店にしたのが当店です。はい、今日は大久保にある八の巣サムギョプサル、はい、大久保にあるチーズダッカルビとチーズサムギョプサルの専門店のジョンデさん。ここは美味しいよ。